はい、創業115年店内工房のジュエリーマンの篠原です。明日ですね、4月13日土曜日、運動公園ですね、ラスカにて、桜フェスティバルが行われます。ジュエリー、桜フェスティバルっていうのはですね、地元のお野菜とか、あとお蕎麦、うち名人のお蕎麦とか、まあ、いろんなものを売ってて、こうとても楽しいイベントなんですけど、ジュエリーマーノではですね、LINE アットまた YouTube を登録いただいたお客様に限りまして、無料の宝石鑑定、そしてジュエリーの洗浄を行います。ぜひお時間作ってですね、遊びにおいでください。お待ちしてます。本当に